トビウオ、トビウオ、トビウオ、魚変に比は脱木トビウオ科に属する魚類の総称。太平洋、インド洋、大西洋の亜熱帯から温帯の海に生息する海水魚で世界で50種ほど、日本近海でも30種弱ほどが知られる。トビウオの名前の由来は水上に飛び出し胸びれを広げて滑空することから。 九州や日本海側では、顎の別名で呼ばれる。島根県の県の魚に指定されている。細い筒状の逆三角形の断面を持つ体をしており、最大の種でも、全長は約30から40センチメートル。背は藍色で、腹は白色。胸びれが発達して、著しく大きく、尾びれは上端と下端が長く伸びた V 字状で、 特に下葉が長く水面滑走時に水中へ推進力を効率よく伝えられるようになっている。滑空時には胸びれを広げるので、これがグライダーの翼のような役割をする。腹びれも大きい種もおり、この場合には翼が4枚あるように見える。一般に陸地に近い沿岸部に多い。海の表層近くに生息し、動物プランクトンなどを食べる。水上に飛び出して、 海面すれすれを猛スピードで滑空する。これは主にマグロやシーラなどの捕食者から逃げるためと言われる。滑空時は100メートルくらいは当たり前に飛ぶことができ、水面滑走時の速度は時速35キロメートル、空中滑空時の速度は50時速70キロメートル、高さ3から5メートルに達する、大型のものであれば600メートル程度滑空するものがある。 平均的には、風上に向かって、海面の上、約2メートルを100から300メートル飛ぶ。滑空中に急に海中に入る必要が生じたときは、急ブレーキをかけることもでき、また、空中で方向転換も可能である。勢い余って漁船などに自ら飛び込むこともある。2008年5月、NHK のクルーが、鹿児島沖のフェリーから45秒にわたって、 時事水面を尾びれで叩きながら飛び続ける様子を撮影し、映像として捉えられた記録としてはおそらく過去最長であると報じられた。飛びオ科には世界で50種ほどが知られている。日本近海で取られる代表種は、飛びハ本飛びウ浜飛びシつくし飛びソ細飛びオなど。トールヘールダール著、ンチ記号漂流記に飛びオに関しての記述がある。 昼夜別なく、イカダの上の乗組員にぶつかってくるので辟易したが、食べると微味なので怒りを忘れてしまうという話であった。夜間に、イカダ状に落下したトビウを集めて朝食にしたとの記述もある。旬は、初夏から夏。小骨の多い魚だが、脂肪分が少なく淡白な味で、生魚は塩焼きフライ等にして食べる。新鮮なものは、刺身が微味。 新島や八丈島では草屋に加工される。房総半島の郷土料理なめろうの材料にもなる。飛び魚アゴと呼ぶ日本海沿岸地域では、鮮魚としてよりも練り物や出汁の材料として利用されることが多い。顎を原料としたちくわは、顎ちくわと呼ばれ、鳥取県、兵庫県の特産。島根県では、顎の焼きと呼ばれる、形や食感が、 ちくわに似ているものの製法は異なる特産品がある。日本海沿岸では素干ししたご干しが作られる。ご干し自体や、それを破砕した飛びぶし、火で炙って焦がした焼きあごが味噌汁や料理の出汁を取るために使われることが多い。山形県飛島でも天日干しと炭火による焼き干しが作られており、酒田のラーメンではほとんどが飛びおで出汁を取っている。 九州北部でも飛び魚の出汁入りつゆで麺が多く食べられ長崎県や福岡県の醤油調味料メーカーが顎出汁を商品名に関した粉末出汁麺つゆ出汁パックを商品化しており他地方の家庭や飲食店にも顎出汁が浸透しつつあるマスコミによる PR 等で知られるようになった後藤うどん長崎県南松浦郡新上五島町で作られる 郷土料理も、顎出汁を使って食べるうどんである。長崎県平戸市では、顎出汁によるラーメンも、評判を呼びつつある。トビウオの卵はトビッコと呼ばれ、チンミアスシネタになる。トビウオ量は、刺し網と低地毛が、水揚げ量の大部分を占める。伝統的漁法として、トビウオならではのものとして、希少するトビウオに対し皿を手裏剣のように投擲し、 海に落ちたものを拾い集めるものがあるが、現代ではほとんど行われることはない。カツオ、サンマなどと同様、季節回遊をする魚で、春先から夏にかけて、日本付近まで北上してきて産卵し、秋に南下する。日本で、漁獲量が多いトビウオには、ハマトビウオ、細トビウオ、つくしトビウオ、トビウオ、ホントビウオなどがある。種類により、量の時期、分布が異なり、 また味や、用途も違う。漁業の対象となっているこれらの種類は、いずれも浜飛魚族に含まれる種類である。種ごとの特徴の詳細は分類の項を参照。3月、4月に春先に最初に関東などの市場に出回る飛魚は、八丈島などからの浜飛魚である。最も大型の飛魚で味も良く、草屋の材料にも使われる。ハマトビウオは、九州南部では、 晩秋に回遊してくるのを取る。それに続いて、初夏にはツクシトビウオ、ホソトビウオなどが北上してくる。これらの種は太平洋側とともに日本海側にも北上し、九州北部、山陰、北陸地方などではホソトビウオ、ツクシトビウオが主に取られる。トビウオ、ホントビウを、赤トビウオ、オーメナツとビうオ、ホソアオなどもこの時期から夏にかけての種類である。 これらの飛びオの種類は、市場によって様々な通称で呼ばれる。関東では、春に出回る、浜飛びオなどを、春飛び、その後の夏に出回る種類を、夏飛び、あるいは本飛びと呼ぶことがある。各地で取れる細飛びオは頭部、体つきが丸いことから、丸飛び、西日本、日本海側では、丸顎と呼ばれ、それに対して頭部が角張っている種類を、角飛び、角顎と呼ぶ。 細飛び魚と、つくし飛び魚が主な飛び魚である。日本海側では、つくし飛び魚を角飛びと呼ぶが、太平洋側では、浜飛び魚も角飛びと呼ぶ場合がある。愛称でトッピーと呼ぶ地域もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。